ちょちょ早い、慣れてきましたね。結構遊び好きですもんね、江川さんね。ちょもうちゃめっ気があるし、江川さんね。いえいえ、真面目に。でも、野村さんが生涯保守っていう言葉を残されて、亡くなって、生涯一保守ですね。一保守ね、はい、それでやっぱり野村さんのテレビの見方って常にキャッチャー目線なんでしょうね。多分見方っていうのは、そうでしょう。江川さんはピッチャー目線ですか。そうですね、まあバッティングもいいんで、もう両方で見てますからね。自分で自分を上げますね。いえ、なんですか。あ、なんかいいな。両方で見れますから。なるほどね。アンパイアでもできますし。アンパイアね、アンパイアでも、今のボールだろうみたいな。アンパイアでもできます。あの江川さんは今現役の選手見ていて、このバッターと対戦してみたいなっていうのは誰ですか。これ投げてみたいなって3人挙げるとすると。3人も3人もです、まあ、場合によっては1人でもいいです。このバッター誰ですか。いや僕ピッチャーじゃないから。いやいや参考にするから。なるほどなるほど。誰なんだろうなと思って聞いて、参考にしたいんですよ。参考がないところ分かんない。まあ例えば村上だとか岡本とか。あ、やっぱりホームランを打てるバッターですよね。まあそうかもしれないですね。そうですよね。だからこういうバッターに投げてみたいという。こういうバッターね。それかもう現役でいなかったら、うん、生涯このバッターは印象に残ってるっていうバッター一人挙げるとしたら誰ですか。印象は一人では難しいんで。じゃあ3人。投げたことないけど長嶋さんに投げてみたい。それは何ですか。もう考え方が多分わからないから。あの性格分析をして投げてるので、性格分析投手なんですよ。わかります。わかりますよ。ウェイティングサークルからこう向かってきて、バットを 2,3 回振って足固めて入ってきて、こうパッと見るわけですよね。でそれずっと観察をしてて、あ、こういう高木隆さんはこういう性格だなって大体読むわけですよね。じゃあ僕の性格読んでください。性格ですか。どういうことで、あ、こいつはこう考えてるか、こう攻めようとか。現役中の話ですよ、はあ、今みたいな感じじゃないですよ、はあ、現役中は結構正統派の待ち方をするっていうバッターだなと思ってましたね。正統派、はい、正統派、正統派っていうのは一番速いボールにタイミング合わせておいて、はい、変化球に対応しようとしてくる。まあそれが標準ですよね、はい、そういうことですね。でまあそのボールは3球持ってるから、自分のボールは、はい、3球待てるから1球目の外側のストレートは手を出すのやめようとまず思うタイプですね。でまあ時としてサンドデッキの時1回は変化球取りにクリアず打ってもいいかなと思ってるんではないかなというふうに考えたりしてましたね。正解、まあ、正解っていうのは外のまっすぐを1球目から打つことはなかったです。そうでしょう、はあ、で変化球はタイミングがあったら行こうと思ってます。4打席あるうち1回ぐらいそれやってもいいなと思ってたでしょ。まあ、もちろんもちろん、まあ、そういうのをこう分析してくるわけです。入ってくる間にスイングパーで見たりして、で、球が速いからといってスイングが変えなかったので、うん、自分のスイングの中で捉えていきたいと、なんとか頑張って捉えたいというのをずっと打席の中でやってらっしゃったので、まあ、この人はそういう考え方のもとにやられてるんだなと。変えたことないです。思ってました。速いからっていうのは変えなかった、はい、そう思ってました。ただやっぱこうタイミングだけは早く振らなきゃいけないとは思ってましたけど、自分から振りにかかろうなんていうのは思ってなかったですね。はい、そう思ってました。よく見てますね、はい、そういう性格で。でまあ、性格はちょっと真面目なところが6割と、4割はやんちゃなところがちょっと時々シーズンの方があるんだろうなというふうに。それピッチングに関係あります。それ関係ないでしょ。あります。あるの。そういう分析で。なるほど、うん、じゃあ分からなかったバッターって誰ですか。ほとんどないです。分かる、はい、それが分からないのが長嶋さんだろうなっていう想像なんですか。はい、だから長嶋さんは投げてみたい。野村さんもおっしゃってましたよね。長嶋さんだけは反応しなかったって。いろいろ喋るでしょ、はい、野村さんと、はいはい、王さんは少し反応したんですけど、はい、長嶋さん反応したことないっていうか、それはやっぱりそういう勝負してみたかったですね。まあ時に喋ってもいいなと。でも何度か、まあ、投げたことないから今言えると思うんですけど、はい、分からないって、はい、でも一球投げたら分かるもんなんですか。分からないです。投げてみないと。長嶋さんだけは。ああそうですか、まずだからど真ん中のまっすぐ投げてみて、打たないかもしれないし打ってくるかもしれない。で掛け事もそうですよ。話したことなかったですよ。ほとんどオールスターちょっとぐらいだけで、はあ、1球目カーブ真ん中投げるから打たないでねなんて言ったことないですからね、うん、だから勝手に打たないだけの話ですから。じゃあ落合さんはどうだったんですか。落合さんは、まあ、晩年ちょっとやっただけですからね。オールスターとかしかないので、はあ、
オールスターの時なんかもそうですけど、落合さんはやっぱりインコースのボールをライトに打つっていう打ち方をしてるので、押し出すような感じですよね。はい、ああでこれは相当な研究のもとにそういうスイングをやったんだろうなと思ってまして、でそれの僕は先に辞めて落合さんがまだ現役でおられたので、キャンプに行って、あの人は外でバッティングしない、室内で秘密でやってるんだけど、その室内の秘密のところのそばで考えた成果をこういう風になってるはずだということで、ある人に聞いたらその通りっていうふうに書いてたんで、どういう通り？いやそれちょっと喋れないですよ。なんでですか？お茶屋さんのプライベートだから。ああそうなんですか。うん、秘密の結構面白い話なんですか。あいい話ですか。で僕の想像したのと当たってたので、あこういう練習してるだろうなと思ってたら当たってたので、あよかったと思って帰りました。合わずに。これ現役時代分からないバッターっていうのはなかなかいないですか。山下大輔さんが分からなかった。全部合うから。で聞きに行くわけにもいかないしね。山下さんは聞いたところ江川さんは好きだって言ってますよ、ね。癖知ってたの。癖なのかな。太陽時代はあんまりその投げてくる球種は分かんなかったですよ。牽制の癖は丸分かりだけど。あそうですか。だけど、うん、分かる分からないじゃなくて2種類で来るから 50% でしょどっちみち、うん、まあそう、まっすぐカーブだけで言っちゃうとね、うん、コントロールもまだあるから、まあまあそうですね、いっぱいありますけどね、うん、高めをあれだけ狙えってバッティングコーチは言ったけど、はい、高めで勝負わざとしてくるピッチャーも珍しかったですよね当時。そうですね、それはもう思うツボですよね。思うツボ、高めを狙えって言っていただいたら高い方が打ちづらいからね、江川さんの場合はね、うん、あの浮いてくる浮きが激しいから、うん、低めの方がちょっと捉えやすいから、うんね、でもそこまでやっぱ性格を読んで分析をして投げてくるピッチャーってそんなにいないですよね、はい、他の人分からないですよ。だから江川さんの思考ってキャッチャー向きかも分からないですね。あそうかもしれないですね。ただキャッチャーと違うところはキャッチャーは球種をいっぱい放らしても、まあ、ボールを4つ放れる、ストライクが3つでいいっていう考え方が野村さんのもともとアイディア野球のところですから、ボールが1個多いっていう考え方、僕はあの3つしか投げる気してないので省エネでね、うん、4、3って7つ7球使うんですキャッチャーは、はい、7球使って料理するっていうのがキャッチャーの野村さんの考え方ですから、はいはい、ビッチャーものすごい球数で投げなきゃいけない、はい、まあ、古田さんもそういうのに習ってるんですけど、うん、僕は古田さんと多分合わないのは古田さんはそういう計算の中でこうサイン出されると思うんですけど、うん、僕はもう3つしか投げたくないので、だからアンパイアも言ってるんですけど、アンパイアってツーナッシングでギリギリのストライクってボールですよ、ほとんどね、ほとんど先入観で ね、大体もうギリギリストライクでもあんまりストライクってバッターに悪いと思ってるから言わないじゃないですか、でアンパイアの人言うんですよ、僕は3つ目もストライクしたら投げるんでちゃんと見てくださいって言ってましたから。もうそれでですか、三振多かったのこっちが。あいや3球目ストライク取るんですよ。取るんですストライクだもんいや多少えボールでしょって言ったら、いやストライクだっていっぱいだからアンパイアの人にはいたらちゃんと、僕はボール投げないので全部ストライクゾーンに投げるので。じゃあ江川さんの思考って、はい、遊び球いらないっていう感じですか。あの見せ球ってマウンド上で遊ぶっていうのがわからない。だってなんでボールを放るんですか。ボール打たないんでしょ、うん、打たないんですよね。打たないボール投げてもしょうがないじゃないですか。いや僕もね、うん、そういう理論なんですよ、うん、で今特にそうなんですよ、うん、100球しか投げないのになんで見せ球いるんだって、うん、そのまま勝負いけばいいのにって、うん、っていう考え方なんですよ、うん、だって2球で追い込まれたらバッターテンパるやつが多いから、うん、もう3球で行った方がいいって思うんですよね、うん、僕なんか、うん、まあ、ちょっと違うんですけどどこかどう違うまあいいですよ。僕のようにあるコントロールがあるとないと話が変わって、ただ特殊ボールがある人っていうのは今増えてるじゃないですか、うん、ただその特殊ボールでコントロールあんまり意識しなくて、まあ、ベース板の上で落とすとか、うん、それでもいいと思うんですよ。そうですね、フォークとかね。ダメですか。フォークとか通信とかそれいいと思うんですよ。いいですよね、はい、それかもしれないですよね、うん、とんでもないところ投げるのもったいないですよね。じゃあ野村さんとも合わないですか。多分、いや合わないとやったことないですから、うん、大先輩だし、で一応合うということはしてるでしょう。いやいや合わないですから。合わない方がいいですよ、面白いですよ。いや失礼になっちゃう。でも例えばその野球の解説にね、はい、やってるとやっぱり PC 感の話っていうのが主じゃないですか、はい、それもその球種の話とか、はい、配球の話になってくるじゃないですか、うん、ああいう解説ってどうですか。僕は人は人なんですよ。でも江川さんもやってますよね。はい、江川スタイルだね、うん、外すやつね。でこの見せ玉っていうのを嫌がる解説してますか。いやそれはあの、まあ、その人だな、踏ん張ってるような考え方なんで、うん、批判はしないです。自由なんだ。
でもまあ自分だったら3球でいくと。僕はもうボールは投げたくないですからってアンパイアの人にちゃんと言ってちゃんとギリギリストライク投げてました。なるほど。だ3球三振って多いんですよ、多かったでしょ。3球三振は多かったですね。ね、いやなんかずっと話聞いてたいなと思って面白いなと思って。いやもう本当に今日良かったですよ本当に話できて。本当ですか。いやいやお願いしますよ本当に何回も何回も。まあ江川さんも YouTube やられてるんで。ええ知ってんですか。知ってますよ YouTube ね、はい、もう2ヶ月ぐらいですかね。その3ヶ月ですか。3ヶ月ね、はいはい、だからまあ江川さんの方にもチャンネル飛んで見てください、ね、飛ぶことができるんですか。飛ぶことができる。またやりましょうよ、コラボ。コラボですか。面白いじゃないですか。江川さんとの話は楽しくてしょうがないですよ。そうですね。そうですね。もう勝手、首振らないでくださいよ、もう。引退してるんだから。癖なんだよ。癖ですよね。はい、もう楽しかったです、でも、はい。いや、僕も楽しかったです。どのぐらいね、皆さんが見ていて楽しかったかっていうのは分かるんですけど。そうですね。まあ、コメント欄を見て、またやるかどうか。またオファー出すか決めますので。上からですけど、ちょっと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。